はい、1月幹事社の秋田先駆け新報社の佐藤です。今年もよろしくお願いします。まず冒頭知事の方からご発言をお願いいたします。はい、検査体制の、無料検査の拡充でございます。現在オミクロン株これについて、山形県で市中感染の疑い例が確認されてございます。また全国的には、これまで感染者が少なかった地域においても市中感染を含め感染事例が増加しております。いずれオミクロン株のものあるいは従来のデルタ株、これ、混じってますが今のところ少しずつ増加傾向にあります。特にオミクロン株は感染力が大変強いという強い特徴があるようでございます。本県では先月24日から健康上の理由等でワクチンの接種ができない方がワクチン検査パッケージ等で必要となります検査を無料化する取り組みを開始しておりございますが、こうしたオミクロン株の状況の変化の条件の変化の対応として明日1月5日から感染不安がある無症状の県民の方についても無料で検査を受けられるようにいたします。県民の皆様におかれましては少しでも症状がある場合はこれは医療機関や受診相談センターに電話で相談していただくか、感染リスクが高い環境になるなど無症状でも感染不安を感じる場合には検査を受けるようにお願いいたします。要するに、先月の24日から開始したのは、ワクチン接種ができない方が、例えば旅行する場合こういう時に受けるという、今回は自分では大丈夫と思っていても例えば首都圏等の盛り場で相当混雑したところに行って、そういうところで、万が一感染した可能性があるような、そういう思いがある、あるいは、オミクロン株の感染者がいる地帯に行って、相当集中地域に、人混みの中に、活動したと、そういう場合に不安を持っている方がおられれば、この方については無症状の場合は、検査を無料で受けることができるという、そういうふうに理解していただければ幸いでございます。検査の場所も限られていますので、ほとんどそういう事例が、覚えがない方については、まずは、そう受ける必要はないと思いますが、やはり、首都圏等との行き来、あるいは、そういうところの方と長い間、飲食を共にしたという、そういう方については、万が一がありますので、これをうまく活用しながら、無症状の方は受けていただきたいと思います。いずれ、全国的に感染が拡大傾向にあります。本県においては、1ヶ月近く、新規感染者が出てございませんが、これは県民の皆さんが、皆様の一人一人のご協力のおかげでございます。しかし、いずれ、帰省シーズンが終わって、1週間から10日、今月の10日前後から、場合によっては、感染事例が、出る可能性が、想定されます。いずれ、特にオミクロン株は、さまざまな知見がまだございませんので、まずは、マスクの着用、手洗い、あるいは、十分に、人と人との距離を取る、混雑を避ける、会食時においては、あまり大人数で、大きな声で騒ぐような、そういうふうな会食をしないという、基本的な感染対策を徹底していただくことをお願いいたします。そういうことで、無料検査体制、明日から行いますので、不安のある方は、遠慮なくお受けいただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。私の方から何点か質問させていただきます。
この無料化事業の対象の条件というかですね、その詳しいその書類を見ると、都道府県知事から要請を受けてっていうふうな記述があるんですけれども、これどういったものを想定しているんでしょうか。はい、健康福祉部でございます。感染拡大時の知事からの要請でございましたけれども、今知事からメッセージがあったかと思いますけれども、このような形で県民に対して感染に十分気をつけていただくようなこと、感染防止対策、3密とかマスク着用ですが、そういったものを含めて対応していただくとともに、そういった県外の方と接触した機会があるとか、あるいは飲食の機会で多くの方と接触したといったことで感染に不安があるということに場合にはこういった検査に受けて協力してくださいという意味の要請でございます。ありがとうございます。じゃあ今の知事のお話がこれをもって要請ということでよろしいわけですよね。はい。あともう1点だけ検査場所なんですけれども、今10カ所ということで、先ほどの佐々木部長からもお話あったかと思うんですが、改めてその拡充のめどをちょっと教えてください。はい。現在、明日から対応できるところは10カ所としてございますけれども、今後、協力いただける、薬局と、ということで、いくつか承知してございます。そういったことで、今月中には20カ所程度を目標としてございます。ここの状況が整い次第ですね、さらに拡大も可能性もございますけれども、今、そういった、薬局等で準備を整えているところでございます。ありがとうございます。各社さんから質問があるようであればよろしくお願いいたします。ABS 秋田放送の佐藤と申します。よろしくお願いします。感染に不安がある方っていうことでありましたけれども、例えば県内でホテルにお勤めだとか飲食業に携わっているとか、不特定多数のこう人と関わる方っていうのも受けていただきたいという感じですか。県内のね、感染事例ないですが、感染してから発症するまでまだ時間ありますので、例えばホテルなんかで、県外人が泊まってますんで、あるいは飲食店で県外の方がね、だいぶ大勢おいでになったと、そういう方がいれば、これも十分に対象になりますんで、受けていただきたいと、そういうことです。他に想定してる、なんかこう、例えば環境だとか、そういうところってこうなんかあるもんですかね、なんかちょっと漠然としてる感じがあるんですけども、うん、はい、そこはね、あまり縛ってません。厳密にね、こういう方がだと OK だとか、ダメという、これ決まってませんで、まずはね、ただ、全くね、このお正月にうちから出ないで、ほとんどね、家族以外と会ってないという、そういう方はね、まずは、全部ね、お塩ついていただいても、パンクしますんで、まずはね、そういうところは十分に、考慮しながら、外出時に県外の人と、ね、会ったとかね、何か混雑のところに行ったとか、そういう事例があれば、そこをあまりね、厳密に解釈してずに、受けていただきたいと思います。ありがとうございました。他にないでしょうか。では内容ですので、これで終了させていただきます。ありがとうございました。